はいどうも、ビンオレルです。ついに今年もこの悲しい時期がやってまいりました。はい、そうです。10月1日からね、戦力外通告、第一次戦力外通告というものがこのプロ野球界で解禁されました。この10月1日から各球団、次々と、来季の戦力の構想外の選手を発表していっております。そうですね、戦力外ですね、いわゆる。そして、我がオリックスバファローズも、10月2日に、来季の構想外となる選手が発表されてしまいました。はい、でこの構想外となった選手が、まずピッチャー成瀬義久選手、そして青山大輝選手、そして岩本明選手で、育成では塚原翔平選手で、次キャッチャーでは、高城修斗選手、そして外野手宮崎優希選手、この計6選手の、来季の戦力外というものが発表されました。はい、毎年この戦力外というものはね、もう心を痛めるものなんですけども、今年は特にね、やはりもう僕自身の思い入れのある選手というのが多かったですね。やっぱりね、勝負の世界ですから、プロ野球なんかね、もうやっぱ毎年ドラフトで選手が入ってきて、まあ、補強もするわけで、その分今いる選手からね、その人数分放出しないといけないわけですから、これは本当に仕方がないことなんですけども、やはりちょっとね、複雑な気持ちですよね。心痛いですよね。選手の皆さんもね、人生をかけてやってるわけやし、やっぱ選手が一番ね、これは辛いと思うんですよ、ね、フロント首脳陣もやっぱり団長の思いでのね、この通告やと思うんですよね。これはもう勝負の世界、仕方がないことなんですけどもね。ということでね、今回この戦力外を受けたこの6選手について、ちょっとやっぱね、僕も思い入れのある選手いっぱいいるんで、この最後にね、もうこの6選手のオリックスでの活躍、残した爪痕というものを振り返っていこうではありませんか。最後にね、少しでも称えてあげましょう。まず今回の戦力外選手で最もビッグネームであろう選手、2007年の最高勝率など、まあ、ロッテ時代の活躍はもう説明するまでもございません。でそしてロッテから2014年のオフに、ヤクルトに FA 移籍をいたしました。そしてこのヤクルトではなかなかね、まあ球場もあり活躍できずと、まあ、神宮球場ということもあり、まあ、なかなかね、成瀬選手のピッチングスタイルで活躍できずと、そして、去年のオフに戦力外を受けてしまいます。そこで、手を差し伸べたのがオリックスバファローズでございます。今季から監督に就任したのが、ロッテ時代の恩師である西村監督。この西村監督との縁もあり、成瀬選手を、入団テストをするということになりました。そしてこのテストに合格して、見事成瀬選手オリックスに入団、まあ、期待されて入ったのですが、なかなかね、キャンプも怪我であったりとか、まあ、開幕1軍もね、入れなかったんですけど、今季の成瀬選手のもう、ね、ハイライトといえば、やはり、阪神戦ではないでしょうかね。関西ダービーの初戦、相手先発西勇輝選手対、成瀬選手、この成瀬選手対西選手、さすがにね、分は阪神にあるかなと思ったんですけど、成瀬選手まさかの神ピッチ好投、まあ、西選手と互角のピッチングを繰り広げて、最後にね、まあ、成瀬選手に勝ちはつかなかったんですけども、打線が爆発、まあ、西選手をノックアウト、見事勝利ということで、あの日のね、勝利の立役者は間違いなく成瀬選手だったんで、あの試合がもう僕の今季のベストゲームですから、あの試合で活躍してくれただけでも、やはり成瀬選手、僕はもうすごい大好きになりました。はい、その後はね、まあ、中継ぎに挑戦するなどね、まあ、試行錯誤するもなかなかね、結果を残せずに、まあ、今季終了ということになってしまいました。本当に僕の個人的な感情も入ってるんですけど、成瀬選手、あの阪神戦は本当にもう間違いなく輝いてました。はい、それだけでも成瀬選手オリックスに入ってくれて本当に僕は嬉しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。現役続行か引退かってのは決めてないみたいですけど、まあ、成瀬選手の今後のね、まあ、野球人生がいいものになることを願っております。はい、続きまして青山大輝選手、まあ、青山選手はね、2016年にルーキーとして入団したんですけども、正直この1軍で登板機会というものはなかなかね、得られずの戦力外となってしまったんですけど、僕ね、あの2016年のね、ルーキーのキャンプをね、見に行ったんですけど、そこでブルペンで投げたのが青山選手だったんですよね。青山選手のね、フォームとかそのピッチングを見てね、あの当時エースだった金子千尋選手をね、彷彿させるような、本当に金子選手そっくりやったんですよね。これはまた金子2世が入ってきたなと、これはちょっとまたね、オリックスの将来のエースを担ってくれるんかなと期待してたんですけども、まあ、なかなかね、まあ、怪我とかもあったんでしょうね、思うようにはいかずと。ただね、あの2016年のキャンプで見た
金子選手を彷彿するようなピッチング僕は忘れません。本当に青山選手もお疲れ様です。まだまだね若いんでね、これからまだ野球続けるのと本当にね頑張ってほしいですね。続きまして、岩本明選手、はい、いや高校時代はね、まあ、津田常美の再来とか津田常美2世とか同郷のね偉大な先輩に、姿を重ねられてね、まあ、期待されたわけですけども、そして、阪神タイガースに入団しました。でね、阪神タイガースではなかなか芽が出ずに、まあ、戦力を受けてしまうと。そして BC リーグに、移籍をして、まあ、独立リーグですね。でそこで、確かオリックスが、去年の、シーズン中に取ったんやったっけな。で去年、オリックスバファローズに入団いたしました。で、去年はね、8月はね本当に大車輪の活躍でしたね。ほぼ毎日ね岩本選手投げてましたね。あれ本当にナイスファイトでしたね。去年のあの頃って本当にもう台所事情苦しかったんで、そこを支えてくれたのは間違いなく岩本選手でした。そして今季を見事開幕一軍を勝ち取ったんですけども、まあ、あの開幕戦の中田翔選手に満塁ホームランを打たれたのをはじめとして、まあ、なかなかね、まあ、思うようにいかずということで、早くももう戦力が受けてしまうと。ちょっとね、まあ、かわいそうな部分はあるんですけどね、まあ、去年あそこまで大車輪の活躍、今年ちょっとね振るわなかったらもう今年で戦力外というふうに、ちょっとまあかわいそうなところではあるんですけども、まあこれもまあ球団の構想もあるんでしょうね。まあ仕方がない部分はあるんでしょうか。まあでも岩本選手のガッツあふれるピッチング僕は忘れないですよ。あの今年の9月のロッテ戦ですかね、最後延長12回、相手のバッター三振にとってもめちゃめちゃかっこいいガッツポーズしてましたもんね。ああいうね魂のこもったピッチング、あれこそね津田常美2世と呼ばれるゆえんでしょうか。本当に岩本選手お疲れ様でした。ピッチャー最後、塚原翔平選手。塚原選手は何といっても2016年の大活躍。2016年は、50試合以上に登板してね、防御率もなかなかいい成績を残しておりました。はい、オールスターにも出場しましたね。あの年は間違いなく塚原選手輝いてました。150キロを超える速球で、まあ、相手バッターをねじ伏せるという個人的には僕の大好きなピッチングスタイルでした。まあ、その2016年の、ね、登板方もあったのか、翌年からは怪我に苦しんで、まあ、育成落ちも経験し、まあ、今年戦力外という。2016年っていうのはねオリックスバファローズ、まあ、完全最下位の年ですよ。本当にねポジティブ要素が少なかった、ポジ要素が少なかった年なんですけども、その中で塚原選手は本当に輝いてくれました。あの年の数少ないオリックスファンの楽しみであったと思います。本当に塚原選手お疲れ様でした。そして次ね、高城修斗選手、横浜 DeNA ベイスターズと伊藤光選手、赤間選手、そして横浜から高城選手と白崎選手でトレードされて、オリックスバファローズに入団したところなんですけども、まあ、当時主力であった伊藤光選手のね穴を埋める活躍を期待されたんですけども、なかなか一軍での出場機会というものには恵まれずと。伊藤光選手の存在って大きかったですから、その分のね穴を埋める活躍をしてほしかったんですけどもね、まあまさかこんな早く切られるとはちょっと僕も正直思ってなかったですね。1軍でのプレーってなかなか見ることできなかったんですけど、まあ、今年のキャンプですね、あと激励会ですね、高城選手には本当にサインもらったりしてね、本当にまあいろいろファンサービスはすごいいい選手でした。それだけでも僕は高城選手がオリックスバファローズにいたということを忘れないです。本当に高城選手お疲れ様でした。そして最後、宮崎優希選手、もう宮崎選手はもう何といってもムードメーカーですよね。もう率先して声を出し、グラウンド外でもあの例えばね、ファンフェスタね、ファン感謝祭ですか、そういうところでもね、まあ、毎年ヘルマン選手のモノマネをしたりとか小山選手のモノマネをしたりとか、何かしらね面白いことをしてファンを楽しませてくれるという、本当にもうファンのことを第一に考えた、もうその凄まじく素晴らしい接しやすい選手でしたね。まあ、もちろんサインとかもらったんで、うん、すごいもうファンサービスはいい選手でしたね。で肝心のプレーの方でもね、毎年ねチームが苦しい時どこかで出てきてね、もう絶対活躍してくれてましたね。うん、どっかの期間では、例えばね2017年、開幕直後ですね、宮崎選手4割打ってました。うん、1番バッターとして。それ以外にもね去年とかも、一時期出てきて打ってた時期もあったし、随所随所でね宮崎選手の活躍っていうのね、特にバッティング光ってましたね。今季は残念ながらねその手腕なバッティングというのを見せる機会はね少なく、戦力外ということになってしまったんですけども、まああの宮崎コールですよね、宮崎っていうコール、あれ僕大好きなんですけど、あれが来年からできないっていうのは本当にちょっと僕辛いですね。うん、宮崎という、ね、名字ですからね、宮崎キャンプ行った時とかもね、宮崎に着いた瞬間にあのコールが頭をよぎるわけですよ。
そして宮崎公演に着いた瞬間に、あ、宮崎っていうのがね、もう僕の毎年の、ね、恒例行事なんですけども、まあこの恒例行事は来年以降もね、宮崎選手がオリックスを去ってからもね、ずっと続けていくんで、それだけでも宮崎選手、オリックスファン、そして僕の心の中に爪痕を残してくれました。本当にお疲れ様でした。てな感じでね、まあ、どの選手にもやっぱね、思い入れはあるわけですよ。こうやってファンをしていれば。だからこれは勝負の世界、それは仕方がないことなんで。まあでもね、一度でもオリックスバファローズに在籍した選手っていうのはね、まあやはりもうずっと応援してますから、まあ、この6選手、まあ今後、まあ野球選手を続けるのか、引退するのか、第二の人生に進むのか、まあ、どういう道であろうね、まあずっと応援していきたいなと思ってるんでね、本当にもうお疲れ様でした。ね。そしてこの6選手が抜けた分、ドラフト会議、そしてね、まあ、FA 等の補強でね、新しく入ってくる選手もいるんで、その選手たちにはね、この6選手の分までね、まあ、活躍していただきたいと思っております。はい。それでは、B モリでした。